はい、ずるくて許さない東京都議会議員の根本上田玲子です。さてですね、建設局の方の審査、火災臨海水族館を守ってほしいと服部さんという区民の方の、陳情、こちら残念ながら不採択となりました。今回反対に回ったのは自民、公明、都民ファースト、そしてですね立憲民主も、反対不採択に回ってしまいましたね。共産党と、あと2つのですね会派が一応賛成ということになってしまいました。不採択ということに残念ながらなってしまいました。火災臨海水族園2019年から足掛け5年、谷口義雄設計事務所の門下生の方々、そして地域の皆様と知恵を出し合いながら、なんとか本館は残すこと、これだけはなんとかね守ることができましたけれどもですね、あの美しい流れや樹木を伐採して、本当に全体的なですね、もうあの水族園全体がもう展示だった、その自然の入りをぶっ壊してですね館内展示にして、まさにテーマパークということでありますが、まだ工事は始まっておりません。ぜひ諦めずに声を上げていっていきましょう。こちらも奇跡です。こんだけですね多くの皆様に、東京江戸川区の火災の森を守ってほしいということが全国の皆様に知れ渡って、奇跡をどんどんつないでまいりましょう。諦めずにまいります。